皆さんこんにちは、西川瑞希です。今回は急な肌荒れだったりとか、今の時期だと私もなんですけど花粉症でお肌が敏感になってしまったり、お肌が疲れてしまったりとか、あとは生理前とかホルモンバランスが少し乱れてしまった時とかに使いたい、今私的に一押しのお肌に優しいけど効果をすごく実感できるスキンケアの紹介をしたいと思います。最近だとね、私は花粉症に一番悩んでるんですけど、お肌がちょっと赤みが出てしまったりとか、乾燥でちょっとピリピリってしたりとか、鼻かみすぎてちょっと鼻カサカサってなっちゃったりとか、少し気になってるんですけど、いくつかちょっとご紹介したいと思ってるんですけど、まず一つ目は最近使い始めて本当にこれはもうずっと使いたいってぐらいお気に入りになったスキンケアからご紹介します。こちらのシュープリームノイさんのスキンケアなんですけど、こちらのクレンジング化粧水ジェル状の美容液、これだけで最近はケアをしてるんですけど、私的にもう感動したアイテムたちで、お肌に優しいっていうのはもちろんなんですけど、効果の方もすごく実感していて、今ちょうどもう1週間以上2週間経たないぐらいは愛用しているんですけど、それですごく本当に良かったので皆さんに紹介したいなって思ったものです。ちなみにこちらのシュープリームノイさんのアイテムは大人ニキビだったりとか美白とかにも特化しているアイテムみたいです。私もこのブランドは使ってからすごくいいと思って SNS の方とかでも調べてみたんですけど、すごく SNS でも話題になっていて、知る人ぞ知るスキンケアコスメかなって思います。まずこちらのクレンジングです。でこちらはすごくびっくりしたんですけど、テクスチャーが今までにない感じで、なんて言うんだろうな、すごくもう美容液で洗い流してるような、すごくとろっとしたようなテクスチャーで、お肌にも負担がかからないオイルフリーのタイプなんですけど、メイクもしっかりと落としてくれて、今日ぐらいの私のメイクとかももう本当にスルッと落としてくれる感じです。もうなんて言うんだろう、これはねぜひとも使ってほしいなって思うんですけど、もうね感じたことのないぐらい、もうすっごくこうやってお肌を撫でている時も気持ちよくて、もうとろみがとにかくすごいんですよね。で洗い流した後とかもお肌の突っ張り感とかも全然ないし、時間をかけずに本当にスルッて落ちるんですけど、毛穴の中の汚れまですごくしっかりと落としてくれてる感じもして、洗い上がりとかも私はすごく好きな感じです。で続いてはこちらの化粧水です。こちらはブースター化粧水なので、次に入れるアイテムの浸透とかもすごく良くしてくれるんですけど、こちらも少しとろみのあるテクスチャーで、お肌に本当に素早く浸透してくれる感じです。私的にこれを使ってすごく効果を実感したのは乾燥。ちょっと前ぐらいに悩んでたんですけど、これを毎日つけるようになってから結構乾燥が落ち着いて、夜につけると朝まで本当にしっとりが続いてくれるのと、朝つけると化粧のノリがすごく良くなって、なんだかお肌の内側からしっとりもっちりしてくれるような感じ。こちらもすごく好きなテクスチャーでした。私はもう手とかにとってこうやってゆっくりゆっくりお肌にこうやって優しく浸透させていくんですけど、本当にぐん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 もう入ってくれて、私特に乾燥肌なのでもう浸透してくれるのも早いんですけど、わかりますかね、すっごくツヤツヤしっとりに仕上げてくれます。じゃあやっぱりツヤ肌を作る上でも保湿っていうのはすごく大事だなって思っているので、化粧水はこれでもかってくらいもう日々もたくさん入れ込むようにしています。で続いてはこちらのジェルの美容液です。中はこんな感じなんですけど、こちらも私的には本当に最近のすごくお気に入りの中でもお気に入り、本当に良かったです。これはこちらはジェルの浸透力とクリームの保湿力を兼ね揃えた美容液ジェルで、こちらのテクスチャーも本当私好きな感じで、私はあんまりこってりしすぎたものってあんまり好きじゃなくて、普段はちょっと乳液ぐらい軽めなものが好きだったりするので、ちょっとジェルっぽい感じとかは本当に好きな感じなんですけど、ジェルの感じは軽いのにお肌につけるとすっごく保湿してくれて、少しの量でもすっごくもちもちにしてくれて、でなのにベタつかないっていうのが本当に良くて、とにかくお肌を潤してくれるっていうのが一番合ってるかなって思います。でこちらなんですけど、見えるかな、
なんかね、オレンジの粒々が入ってるんですよ、このジェルの中に。こちらのビタミンカプセルがこうやってお肌にのせてる時にお肌の上で溶けて浸透してくれるんですけど、これのおかげかすごくなんか透明感の方もアップするなっていう風に私は思いました。すっごいもっちもちです。すごくハリも出るしツヤも出るし、もう嬉しいなんかジェルなのにこんなに保湿力が高いものは初めて出会ったなっていう感じです。この一つ一つの商品がすごく私に合っていたのとすごく気に入ったので、ちょっとまだまだね、お肌も季節の変わり目とかで敏感になってくるのかなって思うので、ちょっと続けて使いたいなって思っています。ちなみに調べたんですけど、こちらは3点セットで買うと 10% オフお得に買えるみたいです。私は普段からこういった感じのシンプルでお肌に優しいスキンケアがすごく好きなので、こういったアイテムを結構選んだりするんですけど、質問とかでもよくいただく大人ニキビだったりとか、あと肌荒れとかに悩んでいる方にもすごくおすすめしたいなって思います。そして続いてはこちらのヨンカのローションです。これはね、ずっと私好きなんですけど、5種類のエッセンシャルオイルが配合されていて、水分のバランスだったりも整えてくれるミスト状のローションになってます。こういう感じでシュシュシュって出るんですけど、香りもねすっごく癒されるんですよ。これなので私はこれを洗面所に置いといて、お風呂上がり、お風呂上がってすぐにこちらを浴びるようにしています。夏とかはもうこれをこのまま冷蔵庫に入れておいて、もういつでも冷たいミストをシュッシュッシュッって浴びられるようにしたりとか、そういう感じでも使ってるんですけど、こちらもすごく敏感肌とかの方にもおすすめで、結構化粧水ピリついちゃうよっていう方とかも、これは全然大丈夫だったっていう人とかも結構多いので、お肌にも優しいし、気づいた時にねもうシュッシュッシュッとして、でその後にさっきのようなスキンケアをこう後からやったりとか、そういうのもおすすめです。次はこちらの津田コスメのクリームです。髪はこんな感じで、こちらも結構重くないっていうか軽めのクリームなんですけど、津田コスメのスキンケアもすごく好きで、特にこのね、やっぱり私も花粉の時期が一番自分の中で嫌なので、この時期になるとよく買ってるんですけど、このクリームはすごくなんかお肌の赤みだったり炎症とかも引いてくれたので、こちらの使い心地もすごく最近使った中では好きでした。続いてはじゃん、こちらのラゴムのウォータークレンザーです。こちらはね、朝にやる洗顔なんですけど、夜の間にお肌に浮き出てしまった皮脂だったりとか不要な角質っていうのをしっかりと浮き上がらせてくれて、オフをしてくれるクレンザーです。テクスチャーはすごくプルンとしたジェルっぽい感じなんですけど、お肌にこうくる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 してると、それが水みたいな感じに変化していって、最後はなんかもうスルスルっと肌に馴染んでくれる感じなんですけど、こちらもね、敏感肌だったりとかお肌がちょっと弱いよっていう方とかにはすごくおすすめの洗顔です。そして最後はこちらのチェーンメーカーズの美容液です。このブランドは本当にたくさんの種類があって、皆さんも見たことあるかもしれないんですけど、一つの美容液成分の原料をそのままこの小瓶に詰めてくれているので、化粧品原料 100% の高濃度美容液になってます。なのでね、お肌悩みに合わせてすごくしっかりまっすぐに届いてくれるので、自分の肌悩みに合わせて美容液を選ぶといいかなって思うんですけど、私が使ってるこちらのものは乾燥だったりとか敏感なお肌だったりとか、インナードライのお肌だったりとかにすごくいいみたいで、私も大好きな米ぬか由来のセラミドが入っているので、すごく保湿力がある美容液かなって思います。だけど中身はもう化粧水みたいなサラッとした感じのものなんですけど、お肌につけるとすごくしっとりしてくれて、結構どれもねベタベタするものが苦手だったりするので、これはねすごくサラッとしてて使い心地もいいなと思って最近使ってる一つのアイテムなんですけど、こちらは洗顔後のブースターとして使ったりとか、
乾燥が本当に気になっている時はもう化粧水代わりとして使ってもいいみたいなんですけど、私は化粧水だったりに数滴なじませて混ぜて一緒にこう使っちゃったりとか、そういう感じで使ったりもしています。はい、こんな感じで今回は私が最近愛用しているお肌に優しいスキンケアのご紹介だったんですけど、皆さん参考になるものはありましたか？とにかくね、私 もう優しい優しいスキンケアっていうのをもう心がけるようになって、やっぱりね、春は花粉だったり冬は乾燥だったり、夏もね日差しだったりとかでお肌が疲れてしまったりとか、季節によってすごく肌悩みっていろいろ変わってくると思うんですけど、こうやって日々お肌と自分のお肌と向き合って、そういういろいろな環境の変化だったりとか、そういう時でもいいお肌を保てるように日々ケアっていうのは続けていきたいなって思います。今日ご紹介したものは本当に日々いろいろ使ってる中でも最近のすごく一押しのものたちなので、ぜひぜひお肌悩みがあったりとか、ちょっとシンプルなケアしてみたいよっていう方はぜひ使ってみてください。では今回も最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。では西川瑞希でした。バイバーイ。